日本大阪府仙南郡田尻町、吉見吉見は大阪府仙南郡田尻町の大技、田尻町西部に位置する。北は林空ポート南、北から東にかけて、下章寺、南は泉佐野市南中か市、い、仙南市北の西は仙南市岡田に隣接する。大阪湾に面した風光明媚な地で、古くは万葉集にも登場し、江戸時代には、 新井白石が、監視、吉見里を残している。天保期に、三上藩領となり、三上藩が、明治初期に、吉見村の春日神社境内に陣屋を移転して、吉見藩となった。廃藩地県により、吉見県となったがほどなく、堺県に統合された。明治期には、戦乱の特産品である、泉州玉ねぎの栽培が、吉見で始まり、春日神社境内に、 先週玉木栽培のその石踏みが立っている。大正期には近世より盛んに行われていた企業を背景に谷口房さが吉見宝石を創立。谷口氏の別邸は現在田尻歴史館となっている。2020年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。田尻町立小学校田尻歴史館庭園から洋館を望む。ありがとうございます。